い。結構多いな。入れ。空振りとか。じゃあ俺行くしかないねこれね。そうですね。これ入れればバーディーですよ。はい。え、普通にそれって上手いってことでしょ。そうだってバーディーですよ。あ、打っちゃったな。お、あ、全然まっすぐ行ったじゃん。感覚がダメだね。ジンさんが次5打目で、大地さんが今8か。8打目今度。8打目。うわ、やべえじゃん。8段で8、9、10、うん、8、9、10、はい、あ、3回で入れればいいでしょ。3回でジンさんはあと1回でパーってことですよね。これやったらガチゴール。これやったらガチゴールよ。いきます。すげえよ。こんな行くの。こんな行く。難しいんだねパターンって。難しい。だから、ね、パッドイズマネーっていう言葉があるでしょ。知らないです。あ、知らないですか。はい、パッドイズマネー、本当にパッドであのいろいろ変わってくるの。だから青山プロもあのパターが上手かったらもっと上に行けてたって。へそのくらい。だからドライバーでどんだけ飛ばしても。パターが下手ってこと。あ、言った今。パターが今はっきり言ったよね。いやいや、青山プロ今はっきり言いました。そういう感じで言うから。鍋焼きうどん持ってもらったのに。え、大地何打目次。9打目です。9打目、はい、まだ勝ち。これ入れたらまだ勝ちだよ ね。あんな行くんだね、うん、しかもこっち今度下がってんだよね。よし入れよう。よし入れよう。見せてよ。ガチゴール。お、いいいい。いい、そんな行くの？いいいい。ゴーゴーゴー。うっそ。ゴーゴー。いいよもう。ゴー。もういいよ。これあれじゃん。最初打ったとこぐらいじゃん。10打目？10打目。10打目だから。入れないとダメだよ。もうでもなんとなく2回打ったからセンスだけでここまで来たから俺。見てて。あと才能な？そうね。あるんだ。センスと才能だけで。うん、ここまで来たから見せるわな、うん、甘いマスクとか。そうだね。センスと才能と甘いマスクでここまで来たから、うん、チャーミングサブ打たせろよ。お、来た。うわー、マジで決めたかった今。惜しかったね。俺入れればパーです。僕ちゃんの勝ち。そうです。そうです。頼むぞ。あ、切れてこない。よし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 。切れてこない。はい、こっから先入れた方が勝ちですよ。はい。そんな法律はないですよ。法律っていうか入れて、入れれば同点。あ、そうそうそう、あ、そうそうそう、ごめんなさい、そうそう、うん、今イーブン。大事が入れちゃって、俺が入れればイーブン。はい、はい、OK、いくよ。はい、お願いします。よしよし、ここない。え、こんなにさ、ここ、こんなにかかるもの。12打目。入れてもボギーか。なあ、3-4しといてな。うわ。いや、これあなた。これ7打目。はい。あ、はい、あ、もうそんなだ。あ、これあのダブルパーっていう。ないない。ダブル、もうおかしいやってるわ。ダブルボギーってことです。ダブルボギーね。プラス2。はい。プラス2。で、俺もう何だっけ今。今もう12打ったんで13じゃないですか次。13。はい。それはもう大事負けじゃん。そうです。もうこれとりあえず入れよう。支配人には認めてもらったから。はい。そんな行くの？この絵どうすんのやろ。もうずっと俺が打ってるとこ。14。もう小見さんが片付けようとしてる。14乗ってから14。起きた。うわ。本当でもって言われてきたのにな。15でよかったんだね。はい、ね、ちょうど本当15なんだ。嘘。いやだ、もう集中力が、集中力がない。強さが分からん、もう。はい、反集中。はい。はい。はいはい、難しい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？あ、もう回ってんすね、これ。はい、あ、回ってんの？イエーイ、勝ったー。だ、結果を最終的に。結果は7。で、僕が16。うん。
当初の予定であれば、はい、僕が買ってたはずなんですよ。そうだね。あ、そうだね。そうだ。いやでも本当に楽しかったです。でしょ。だからみんなあのほら、とっかかりだけがさ、うん、大変なだけでさ、教えてもらえる人と、そうだね、一緒にやる、うん、あと楽しくね、楽しく相手の足を引っ張ったりしない人と楽しくそう、ね、やれるとハマっていくんじゃないかな、はい、でもいいでしょ、こう八重田カントリー。季節によっちゃ桜がぶわーそこ咲いたりとか、 あとはもう紅葉の時はもみじがあったりとかね、綺麗なところなんで、うん、リゾート地って思ってもらって、はい、来てもう一日こう楽しく自然の中で遊ぶっていうのがいいことなんで、もっと敷居高いと思ってたんですけど、こうやってやってみるとめちゃめちゃ楽しかったんで、はいはい、またあのちゃんと始めて、うん、上手くなって、うん、あの陣之助さんの番組に、うん、出させてもらえるように頑張ります。断ります。え、あ、閉めたの今閉めたのありがとうございました。もう帰ってください。でもね、あのやっぱりそう言いますけど本当も大丈夫です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。また大丈夫で、この前のあれだったんですまた来週。来週はいないよあんた